夏の夜空といえば比較的明るい星が多く、特徴的な形をした星座も多いので見つけやすいです。今回は代表的な夏の星座の見つけ方や神話をご紹介します。夏の星座で代表的なのは次の8つです。サソリ座、白鳥座、コト座、ワシ座、ヘビ使い座、ヘルクレス座、イテ座、イルカ座。夏の星座の見つけ方は、基本は天の川と夏の大三角です。まずは南の方に目をやります。すると比較的地面に近い低い位置に赤く光る一等星のアンタレスが輝いています。ここにあるのがサソリ座。アンタレスはサソリ座の心臓の位置にあります。次に北側に目をやると、ダブルの形に星が並ぶカシオペア座があります。このカシオペア座からサソリ座にかけて天の川が流れています。そして空の高いところ、天の川が流れているあたりに目をやると、大きな三角形を作っている明るい一等星が3つ目に入ってきます。これが夏の大三角形です。西側にあるのがコト座の一等星ペガ。七夕の織姫です。天の川の東にあるのがワシ座の一等星アルタイル。七夕の彦星です。そしてペガとアルタイルよりも北、天の川の中心にあるのが白鳥座の一等星テネブです。それでは次は夏の代表的な星座をご紹介します。まずサソリ座。南の近い低い位置に赤く輝くアンタレスが目印です。アンタレスはサソリの心臓の部分にあたります。アンタレス以外の星も比較的明るいので見つけやすい星座です。サソリ座のすぐ東にはイテ座があり、常にサソリ座の心臓を矢で狙っています。
サソリ座の神話。神話ではオリオンを殺すために使わされた王サソリだとされています。サソリ座にはもう一つの神話があります。アポロンの息子パエドーンが太陽の馬車を無理やり運転した際に、このサソリ座に馬車の馬が足を刺されそうになり、馬は大暴れします。そのため天地は焼け尽くされそうになり、見かねたゼウスは馬車に雷を落とし、パエドーの死骸はエリタヌス川に落ちたとされています。白鳥座。星が十字に並ぶ白鳥座は夏の夜を代表する星座です。南半球で見ることができる南十字に対して北十字と呼ばれています。一等星のテネブはちょうど白鳥座の尾の部分にあたります。テネブの語源はアラビア語の面取りの尾という意味の言葉です。でもこの白鳥、ギリシャ神話ではメスではありません。大神ゼウスが変身した姿だとされています。白鳥座の神話。ゼウスは白鳥に変化し、スパルタ王妃のレダに近寄ります。そしてレダは二つの卵を産み、それが双子座となりました。足を噛まれ死んでしまいました。オルフェウスは諦めきれずに黄泉の国に降りていき、妻エウリディケを追うのですが、サンズの川で渡し盛りをしているカロンに、まだ生きているオルフェウスを船に乗せるわけにはいかないと拒まれます。しかし孤島
光が見えてくると、オルフェウスは心配のあまり妻の方を振り返ってしまったのです。その途端エウリリケはオルフェウスの名を呼びながら吸い込まれるようにして、あっという間に黄泉の国へ引き戻されてしまいました。再び妻を失ったオルフェウスは絶望のあまりついに気が狂ってしまい、ディオニュソスの祭りでことを引けと無理強いされたのを断ったために、こともろともヘプロス川に投げ込まれ殺されてしまいました。その後大神ゼウスがそのことを拾い上げ星座にしたとされています。わし座、夏の大三角の一つアルタイルによって構成されています。アルタイルはわし座の背中の部分にあたります。わし座の神話、わし座の神話に関しては諸説あります。そのうちの一説は、昔トローヤというところにカニュメデスというとても美しい青年が住んでいました。カニュメデスは父母と牧畜などをして暮らしていました。ゼウスはカニュメデスの美しさをとても気に入り、カニュメデスを手に入れるために自らワシに変身し地上に降りてきたのです。白鳥に変身したり、ワシに変身したり、ゼウスさんもご苦労なことです。カニュメデスが草原で羊の世話をしていると、不意に空が暗くなり雷がとどろき、そしてワシに変身したゼウスが現れました。そしてそのワシはカニュメデスを捕らえて飛び去っていってしまうのでした。カニュメデスが水亀座となったとされています。その他の説としては、このワシはいつもゼウスのそばにいて、ゼウスが打ち出す雷電の矢を携える大きな黒ワシとも言われています。そして大神ゼウスの使いをしながら毎日下界を飛び回り、下界のいろいろな出来事をゼウスに伝える役目をしていたといいます。蛇使い座、蛇使い座は非常に大きな星座です。こと座のアルタイルとサソリ座のアンタレスを結んで、ちょうどその中間の位置に二等星の星があります。その星がラスアルアゲという星で、蛇使い座の頭の部分になります。蛇は医術のシンボルとされていて、蛇使い座は名医アスクレピオスが
射殺してしまいました。その時コロニスのお腹にいた赤ん坊がアスクレピオスでケンタウルス族のケーロンに育てられ、優れた医者に成長しました。ついに死人まで蘇らせるようになり、メイドの神ハデスの怒りに触れて、大神ゼウスの雷によって撃ち殺されてしまいました。その後父アポロンの願いによって星座になったとされています。ヘルクレス座。ディズニーのアニメ映画にもなり、怪力として有名なヒーローです。しかしそんな華やかな印象とは正反対に、あまり明るい星がなく目立ちません。天頂付近にあって蛇使い座のすぐ北より、蛇使い座の頭の部分にあたる星ラスアルアゲのすぐ西に、ヘルクレス座の頭の部分にあたるラスアルゲチという星があります。ヘルクレス座の腰のあたりのすぐ西には、比較的見つけやすい冠座があります。ヘルクレス座は右手に棍棒を持ち、左手にはヒドラの首を持った姿で描かれています。ヘルクレス座の神話。ヘルクレスの神話は非常に長い話で、ディズニーのアニメ映画にもなっているので、ここではほんの触りだけ。大神ゼウスと王女アルクメーネの間に生まれるのですが、ゼウスの正妻ヘラが何かと横槍を入れ邪魔をさせられます。そんな邪魔にもめげずに12の冒険を成し遂げて神の一員となるのですが、結局非業の最後を迎えることになります。そしてゼウスの手により星座となったのでした。12の冒険で戦った怪物たちの中に、化け獅子、ヒドラ、化けガニがありました。ですからヘルクレス座が東の空から姿を現すと、それらの怪物たちは西の空へと逃げていくのでした。いて座。いて座の目印はさそり座の東側に6つの星が磁石型に並んでいる、なんと六星です。北の空にある北斗七星と似たような形をしています。いて座の他の星の並びは今一つよくわかりませんが、なんと六星は比較的見つけやすいです。なんと六星をミルクティッパーとも呼び、泡の皮をすくうスプーンにも見立てられています。いて座の神話。いて座は上半身が人
姿をしたケンタウルス族であるケイロンが弓を引く姿で描かれています。ケンタウルス族は野蛮な種族なのですが、ケイロンは音楽の神アポロンと月の神アルテミスから音楽、医術、予言を学び、洞窟に住み、ギリシャの若者たちを教育するようになります。そのうちの一人がヘルクレスでした。ある日、ケンタウルス族が酒の席でヘルクレスといざこざを起こし、ケンタウルス族はヘラクレスに追いかけられ、ケイロンのもとへと逃げ込みます。ヘラクレスは恩師ケイロンがいるとは知らずに矢を放ち、運悪く矢はケイロンの胸に命中してしまったのです。そしてその矢にはヒドラの毒が塗ってありました。ケイロンはその毒にもがき苦しみますが、ケイロンは神の子供であり不死身でした。しかしヒドラの毒はその体から永遠に抜けることはありません。つまり死ぬことができないケイロンは永遠に苦しみから逃れられないのです。そこでヘラクレスは大神ゼウスに訴え、ケイロンに安らかな死を与えてもらい、ケイロンは星座となったのでした。座は小さな星座で、夏の大三角のすぐ東で小さなひし形に星が並んでいます。特徴的な形なので比較的見つけやすいのですが、あんまり明るくない星の集まりなので都会では見つけるのが難しいかもしれません。イルカ座の神話、コリントスの宮廷音楽だったアリオンは、ある時シチリア島で開催されたコンサートに出場し、見事優勝。莫大な賞金を手にしました。そして船に乗り込み帰国の途に着きます。しかしその船の水夫たちはアリオンから賞金を取り上げ海へ飛び込むように命じたのでした。最後を覚悟したアリオンは紫と金色の衣をつけ、花輪を抱いて船べりへ立ち、最後の歌を歌いました。するとその歌声に引き寄せられ、たくさんのイルカが集まってきたのです。歌い終わったアリオンは海へ身を投げたのですが、大きなイルカがアリオンを受け止め、アリオンは無事に岬まで送り届けられ、コリントス王宮に帰ることができました。コリントス王はスイフト地を捉え一件落着、
かが星座となりました。いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ。